雑談です。袋麺です。ハラセンということで始まりました。ハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、それから言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言います。昨日はね、特に何もすることはないってことはないですけど、まあ家で作業しててですね、いっぱいってこともないか、なんかやっておりましたわ、コツコツと。んで、あれですよ、スイッチでゲームを作るゲーム初めて、ゲームプログラミングというね、ナビ付き、作ってわかる、初めてゲームプログラミングという、ノードン、これタイトルは何て言うのね、タイトルがこれ、ナビ付き作ってわかる、初めてゲームプログラミングっていうの、あれですわ、ノードンのね、つなげてゲームを作るってやつがあるんですけども、それをコツコツとやっておりましたが、これテレビにつないでやると、マウスが使用できるのか、なるほど。コントローラーで、画面、テレビがね、画面の端っこの方をちゃんと映ってなくて、なんだ、プラスを押すんだとかね、そういうことがあったり。あと、スイッチ本体でやると指でこう、なぞっていけるのが楽なのと。ね、ありまして、でシューティングゲームのところまで行きまして、 UFO の、それを作っておりました。でテクスチャーでね、変えれるんですよね、元々の UFO を。でそれで絵を描いたりなんかしてる間にいい時間になっちゃってってことをしておりましたが、ね、近々とかもうちょっと進めて、ちゃんとというか、なんかゲームが作れるようになったら、こうね、配布もできるそうなんで、なんかしてみたいなって思っておりましたといったところですかね。はい、昨日は。あと、あれですよってこともないか。そんなことしておりましたと。で、見ましたです。本当にね、水曜日はテレビが忙しい。テレビが、見るのが忙しいでしょ。もう見るのが忙しくてしょうがないんで、本当に。なんでこんな見なくちゃいけねえのってね、こう、眠たい目をこすりながらさ、なんで TVer でこう、な追っかけ再生を、あっちからこっちからしてるんだろうと思いながらも、まあいろいろ見てたらいろいろ気づくことが、本当にたくさんありまして、本当に強制的、半ば強制的にね、こういった、ものを消化していくのも悪くはないというかね、僕は昔というかね、蛭子能収さんがの漫画に出会ってからは、ガロというね、そういう漫画確かあったんですけども、いわゆるガロ系という、そういうものが、まあ、今問題になってるような、90年代のサブカル系のど真ん中じゃないですよね、ガロは。ど真ん中なのかな。僕にしたらど真ん中なんですけど。そっちばっかり読んでて、いやそんなこう世間一般に伝わらないことばっかりね、をこうむさぼっててもしょうがないってんで、ある時から青年誌、ヤンジャン、まだ当時ヤンさんがあったんで、ヤンジャン、ヤンさん、ヤンマガという青年誌を3冊ずっとね毎週読んで、こう一般的な子供もっとね、一般的なというか、こう大衆に向けたそういったこうものも勉強しようとかね、取り入れていこうというんで、3章読んでたんですね。でまあ昨日のラジオ、ナイツザラジオショーの中で、増刊号じゃないな、合併号が、あれは許せないとナイツの土屋さんが言っておりましてね。で同じ経験があって、合併号というか増刊号でね、ヤンマガ青豚っていうのを出すんですよ、ヤンマガが。でそれが本誌とは全く違う漫画が載っていて、続きもんじゃないですよね、言うたら別冊ですわ、別冊。あれを増刊別冊か、別冊ヤンマガ青豚っていうのを出して、それをね、僕は
毎週出てるヤンマガと勘違いして買って、あ、なんだこれ青マガか青豚かっていうのが何度も何度もあって、それで腹が立ってヤンマガを買うのをやめたんですよ、あると。でそっからヤンジャン、ヤンさんをずっと読んでたんですが、ヤンジャンはしばらくしてね、なんかの連載が終わったタイミングだったかで読まなくなった。ガンツーがあれ終わってからかな、そこまでガンツーその最後までは読んでなかったかな。まあ何しか読まなくなって、そうこうしてる間にあれですよ、ヤンさんのお家騒動というかね、廃刊になりましてスピリッツになっちゃったりして、そこからもうずっとスピリッツしか読んでないんですが、あれ何の話をしてましたそんなことをね、やっておりまして、あれ本当どういう入り口でこの話に来たんだ。この話自体をね、僕はよくあっちこっちでするんで、こう話し慣れてるんで、入り口がどっからどう来て出口がどこに向かっていくのか分かんないですけども、見ましたですね。あ、そうそう、でだからこうやってドラマをね、こういった一般的に どれぐらい見られてるのか分かんないですけどね、こういった俗世間的なものという言い方をするとちょっとトゲがありますけども、こういったものをこうちゃんと見てい、くのも大事だなと思っておりますんで、いろいろドラマを見てね、本当に時代を映してんなとは思うんですよ。で箱詰めですわね、やっとここに来て箱詰めね、これね、水曜日は忙しいってさっきも言ったでしょ、テレビが忙しいんで、とにかくこの箱詰めの裏では水曜日のダウンタウンがやってるし、その後すぐにね、テレ東でこれやばいドラマが2本立て続けに、やばいドラマが2本立て続けにやってるんですよ、深夜のドラマが。1本目は、ただ離婚していないだけというね、こう、昨日の話を見る感じだと、はめられて、ねえー、いるような感じのあれで、その次にやってるのが千愛ちゃんね、元招き家ちゃんね、歌のうまいね千愛ちゃんがソロになって、片っぽピアスかな、ね、主題歌歌ってる、ドラマがやってるんですけど、それもまたねドロドロしたというかドラマをやってて、本当に水曜日っていろいろテレビが忙しいね、週の真ん中水曜日ってトンネルズのタカさんが言ってました、夕焼けにゃんにゃんで、そんな忙しいんですよ水曜日が。で箱詰めはねいつになったらこのまま箱詰めの話をしないまま箱詰めのタイトルだけ使ってね、こう話を終わらせるっていうのもまたいいんじゃないかと思いながらね、箱詰めの話ね、これ今回もね、本当に永野芽郁ちゃんがもう可愛くてもうしょうがない、本当にしょうがない、参ったな、俺参ったわ、本当にどうしよう、本当どうしよう、本当どうしよう、可愛すぎませんか、ちょっと目を疑うぐらいの可愛さですよ、本当に。あれなのかな、そう思ってね、僕は黒髪パッツンボブが好きなんですけども、もうドンピシャなんですよね。で、たまにね、別にボブじゃない人もね、こう、いいな、可愛いなって思う、例えばショコタとかね、思うんですけど、そういった人って、必ずやっぱボブにするとめちゃくちゃ可愛いんですよ。ショコタンなんか本当にそうで、ショコタンがね、多分ね、僕、人生史上一番タイプなんじゃないかなって思うんですけどね、みたいな感じで、まあ、みたいな感じでどういう感じなのかわかんないですけど、本当に永野芽郁ちゃんをこうめでるだけでもいいドラマなんですが、こう役どころもね、こう、まあ、新人の警官という役回りでいろいろこう、なんていうんですか、至らないところがあるんですが、そこの成長譚というかね、似顔絵犯人像を描くね、シーンがあるんですけど、そこもね、その描写とか、あと、取り調べのね、襲われちゃった女子高生に話を聞くシーンとかも、その後、戸田エリカさんに諭されて、いや、何をあなたは聞いたのと、とてもセンシティブな、またそういった思春期でそういった場合に何を聞かれたら嫌なのかとかね、その人を見てどういう状況だったかっていうのが、その人を見て話を聞かなくちゃいけないよみたいなこととか、本当にこれなんですかね、こう、単なるドラマというか、こう、人とのコミュニケーションの取り方もね、そこで、あ、
確かにね、ただぼーっとして見ているだけだと気づかないかもしれませんけど、人とのコミュニケーションって言うたらそこじゃないですか、こうね、みたいなところもこう学べたりとかね、なんかいろいろ本当に面白いですね、と思いながら見ておりました。で、事件がね、今回はこれ引き続き解決、未解決のままというかね、いいヒントを得て次来週に持ち越しているんですよね。この間までは結構交番なんでガンガンね、あっち行ってくれこっち行ってくれ、こんな事件が起こった、やれ告知でこんな騒ぎがあるみたいな、あっちこっち行って何ていうんですかね段積みな感じで、最後それをひっくるめて終わるみたいな感じだったんですけども、今回はちょっとねこう引っ張っているというかね、より大きな事件なのか分かりませんけども、こう次週に続くと、そういった引っ張りも見せつつ、ドラマをねこう全 何話ですか、10話ぐらいなもんでしょう、構成しているな、素晴らしいね、作りをしているなと思って見ておりましたが、まあなんつってもあれですよ、浜口京子さんがゲストで出てくるんですけども、で、被害届というかね、あれを出してというかこう説明するシーンがあったんですけど、まあ下手くそなんですよね、それをね、その、まあ、下手くそというか、まあ噛んでるんですよセリフをね。ただそれをこう、まあ、多分取り直しても治んないから、もう一番いいのがあれだったんだろうなっていうようなところとかね、そういうところも含めてなんか面白いなと思って見ておりましたね。なんでまあ、そうですね、時間的な問題もあったのかもしれませんし、そういったねこうそこで妥協するせざるを得なかったのかななんていうね、そういう裏事情をこう垣間見てというかね、完全な僕の想像ですけどね、見ておりました。あとね、袋麺を叩いてボリボリ食ってたのは、あれは皆さん経験があるでしょうね、僕も経験があります。粉のねスープの素を振りかけて、それで味がするからっつって、まあ袋麺それをねそこまで やる人はね、多分少ないと思うんですけど、チキンラーメンはあるでしょうね。砕いて、普通にベビースターラーメンみたいにして食べるみたいな経験はあると思いますが、なんかそういうところも含めて、本当に面白いドラマだなぁと思って、だから僕はね、毎週水曜日のダウンタウンを録画してたんですけども、来週からはこっちの箱詰めを録画して、こうね、永久保存ですわ。ね、名前をつけて保存ですわ、本当に。していこうかなと思いましたと。コント長野めいちゃん、ね、コント長野めいちゃんおかしいな、ほんと数週間前はあれだけね、古川琴音ちゃんや琴音ちゃんや言ってたのに、ほんと見なくなってたらそういうことも言わなくなるんだなってね、思っちゃいますけどもですよ。それはねあれですよ、言ってないだけで、ずっと追っかけてますからね僕は。ホームページで何か更新されて、あ、なんだ来年1月から舞台ね、ミュージカルかなが、やるんだとかね、そういう情報はずっとこうね追っかけてますから長野めいちゃんも追っかけるフォルダに分類されておりますんで、気をつけてくださいと言ったところで、ぜひチャンネル気をつけてくださいね。俺に目をつけられたらね、まあたまったもんじゃないよね、嫌だよほんと、って思いますけども、まあぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。また喋りすぎちゃった。15分だよ、15分じゃ